はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、今日5月22日水曜日でございますが、すぐに今日編集で動画が上げられるかどうかは分かりません。はい、というわけで、じゃあ速攻でね、問い終えてすぐに編集したいと思います。まずは今回のお知らせ。まずは曜日マッチが変わりましたね。皆さんちゃんと撮れたでしょうか。やっぱりね、こういうのは毎回ちゃんと撮っておいた方がいいと思います。あ、これで一発で全部並べられるね。はい、今回の、曜日マッチなんですが、またいつものようにモデル選手っていうのを紹介していきましょうかね。月曜日が、フィナージ。センター、火曜日がフェルナンデズ。水曜日がクスペ。木曜日がユーダビッチ。そして金曜日がベルハイデン。ということになっております。モデル選手を左側に字で書ければいいかなと思うんですけど、最近ね、やり方覚えたばっかりなんで、うまくいくかわかりません。じゃあまず一人ずつ、右ウィングの、フィナージ、ナイジェリアの選手ですね。ちょっと音高いかもしれないな、下げて。はい、フィナージ選手なんですけれど、フィナージ、ナイジェリアの、フィニジージョージですよね。アヤックスとか、ベティスとかで活躍した選手です。まあ、アヤックスで活躍した選手の方が、有名ですかね。多分チャンピオンズリーグも取ってると思うんでね。これはフィニディ・ジョージでございます。まあ、ナイジェリア最高の選手と言っても過言じゃないんじゃないでしょうかね。まあね、イオビがそれを塗り替えるんじゃないでしょうかね。はい、じゃあもう、ササガ行きましょう、ササガ。はい、火曜日、センターバック、フェルナンデズ。これね、ちょっとね、坂つく的には、ちょっとね、もう今から変えらんないんだろうけれども、坂つくのスタッフさん、もうちょっと名前変えた方がいいかなって気づくんだけどね、これセンターバックのポルトガルといえば、フェルナンド・コートのことなんですよね。せめて、コートの方で、名前、もじってほしかった。ね、フェルナンデズではさ、ちょっとわかりにくいよね。本当に、フェルナンド・コートでございます。まあ、元バルセロナなんですが、どちらかというとラツィオでプレイしてたイメージの方が強いかもしれないですね。 WCCF でも確かなんかカードあったような気がするんだけどな、なんか使った記憶があります。水曜日、ゴールキーパーのクスペ、金髪で、ね、おかげで誰かが分かった感じですけど、フランスのゴールキーパークスペ、モデルはグレゴリー・クペでございますね。リオン、フランスのリオンで、7連覇した時のゴールキーパーですね。どっちかっていうとね、名前なんてったっけ、ペルナンブカーノでしたっけ。あれがね、すごく印象深かったんでね、あんまりちょっと他の選手は覚えてなかったりするんですけど、グレゴリー・クペ選手は、フランス代表のゴールキーパーには縁がなかった人なんですけど、同世代に、短パンをグイッとこう持ち上げるパフォーマンスで有名なあのファビアン・バルテズ選手がいたんでね、ちょっと代表には遠かったですね。で、バルテズが引退した後はね、ちょっと若くしてウーゴ・ロリスが出てきちゃったんでね、結局日本じゃないや、フランス代表にはちょっと遠の遠かった選手ですが、有名な選手ですよね。これ辺はね、あれなんですよね。マグがね、海外サッカーをの、もう絶頂期。もう一番見てる時の、今の方がよっぽど見てない感じのね。ここら辺はね、やっぱね、嬉しいですからね。はい。で、もう一人。ユーダビッチ。過去のサカツクを見ると、この人が、この名前になってるのは初めてかな？おそらくはポジションがね、いっぱいあるはずなんですけど、ユーゴビッチ、ブラジミール・ユーゴビッチ選手ですね。まあ、ユーティリティなタイプの選手で、多分どこでもプレイできるみたいなタイプの選手だったと思います。ただね、こ
このクラブにいたんですよっていうのをね、言いたくてね、さっきウィキでね、ちょっと今回ちゃんと調べましたよ。ちゃんと調べたんですけどね、10クラブ以上いてね、なんかね、そっちもユーティリティだったみたいですね。なんかね、一つところにとどまらない、そういう自由な方だったんでしょうね。だからポジションもとどまらなかったと。ね、どういうまとめ方なんでしょうか。これでいい？ね、次いきますよ。で、最も難しかったのはこの、左サイドバック、ベルハイデン。ベルギーの左サイドバックで調べたんですけど、出てこないということでね、この人が一体何者なのかはわかりませんけれども、バンブイテンっていう選手もいるんですけど、あれはセンターバックの選手なんで、それとは多分別物だと思います。これ左サイドバックと右サイドバックっていうので、一応それが多少のヒントにはなるのかなと思って検索をかけてみたんですけど、おそらく、ファンデルヘイデンっていう選手のことだと思われます。国内のみでね、海外で活躍したとかがないんで、なんで今回選ばれたみたいな感じで、あれって、なんで選ばれたのかわからないんで、ちょっとね、どういう人選なんでしょうか。これで実はファンブイテンだったらどうしよう。ただね、ウィキを見てみると、日韓ワールドカップの時にね、日本対ベルギーでゴール決めたそうですね。まあ、失点にも絡んだそうですけれど、まあ、彼がゴールを決めたと、もしかしたらその1点で、ね、差がつくか、になったのかもしれないですね。前回はアン・ジョンファンとかもいたり、ちょっとね、日韓ワールドカップとか、あそこら辺に関わる選手も、こうやって予備マッチに入ってくるのかもしれないですね。マグがね、ベルギーを使うのは何年先になるかわからないですけど、予備マッチの選手は毎回必ず欠かさず取っております。まあ、いずれね、セルビアとかね、ベルギーとか、ポルトガルとかナイジェリアとか、ナイジェリアあるんだっけ？ね、まあそういうのを使うかもしれないんでね。一応、取るだけは取っておきたいと思います。はい、じゃあ、今回の予備マッチのモデル選手発表でした。はい、じゃあカット。もし間違ってたら、コメントで訂正よろしくお願いします。さあ、今週はみんなガンガン回して、ごとつさせていきましょう。マグも今回はボーナス選手がないので、ポカリガブ飲みのパターンになると思います。はい、イタリア染めで強化できる新星3監督&星5 F ・インザーラ登場ということで、第4回レジェンドマッチが開催されております。まあ、映像にも出てる通り、インザーラ選手ですね。フィリッポ・インザーギということで、前々回か何かのね、レジェンドマッチではね、こいつに散々やられましたよね。結構、一番難しかったレジェンドマッチだったんじゃないかと言えるぐらい難しかったです。さらに、星さん監督、サッケル。なんかね、ちょっと、後で読みますけれど、フォーメーションコンボがちょっと今回だいぶ面白い感じになっているそうなので、ちょっとそれも合わせて見ていきたいと思います。さあ、見ていきましょう。星5インザーラ。というわけで、5突すると8580、まあ、9000まではね、今までの選手たちがみんなそこまで行くので、9000までは行くんだと思われますが、スキル、違う、プレイスタイル。まあ、インザーギですからね。基本的には、オフサイド、何のそのっていう感じの選手ですから、まあラインブレーカーが一番ぴったりじゃないでしょうかね。でもスーパーサブもついてんだね。なんかそんなイメージあんまりないけれど、そうなのかな。はい、というわけで、そう、この間までね、デルピエロが、ガチャにいましたから、デルピッポをしてくる、その夢のツートップを、組んでくる、そういう人も今後出てくるかもしれないですね。やっぱりそれはもうロマンですよね。まあ、17万、16万の戦力で挑むっていうのも素敵だとは思いますけれど、どうせね、やるならそっちに目指していただくってのもかっこいいですよね。デルピエロも5突、インザーラも5突、ディザンも5突みたいなね。いやー、かっこいいですよね。それでちょっとやっていただきたいですな。どなたかをよろしくお願いしますね。あ、でもマルディーニとかいないから、まあそういうわけにもいかないけど。はい、じゃあ次。星さん監督、サッケル。というわけで。このサッケル監督とインザーギの時代はちょっと違う時代の監督ではありますが。
一応紹介したいと思います。星さん監督サッケル、モデルは、まあ、これはもう有名な監督さんですよね。もうすぐに思いついた方もいると思います、イタリアの監督で5バック、アリゴ・サッキ監督でございます。まあね、あのウィキでさっきちらっと見ておきましたけど、見ておきましたけれども、ゾーンプレスのパイオニア、アンチ・カテナチオで有名だね。こちらグランデ・アズーリっていうふうに書かれておりますけど、532でございますね。ただフォーメーション的にこんなんだったんだっけ。5バックってイメージあんまり持ってなかったんだけど、そうだったんだっけ。これはあれかな、イタリア代表の時かな。あの、まあ、あの、AC ミランで、あの、黄金時代を、成し遂げた監督さんですね。で、当時、まあ、イタリアの監督、違う、イタリアのリーグっていうのは、カテナチオで有名でですから、全員守備で。あの、イタリアの国民性もそうなんでね、あの、0-0 の引き分けでもね、喜んじゃうんですね。引き分けはもう全然いいんですよ。だから、あの、みんな固いサッカーをやるのがイタリアの、流儀だったんですけど、その中でこのアリゴ・サッキ監督はゾーンプレスだの、アンチ・カテナチオだのね、とにかく、あの、ゾーンプレスのパイオニアでございますから、とにかく、ボールを奪ってすぐカウンターだと、そういう戦術を採用したんですね。当時の、AC ミランのメンバーは、あの、黄金時代って言いました通り、オランダトリオですよね。まあ、あの、ライカールとフリット、ファンバステン。まあ、これはもうちょっとね、あの、時代ですよね。そういう時代ですね。あ、バレージとかもいたんじゃないですかねえ。本来はちょっと11人全員出てこないといけないけれども、そこは調べなかった。で、今回のこの、フォメコンなんですけど、シュート、パス、マークが 80% 強化ということで、まあ、普通でも使ったら、強そうなんですが、スタメンにイタリア国籍選手を編成すると1人につき 3% フォーメーションコンボが強化されるそうです。なので 80% から、あ、例があるね、スタメン全員をイタリア国籍選手で編成すると最大時基本のコンボ効果 80% プラスイタリア国籍選手11人の 33% が足され 113% まで強化されますということで、まあ倍以上という風になるそうです。で、マグはまだね、あのイタリアで、あのワールドカップ、あの、なんだ、ピアジオ5突はまだ狙ってないので、ピアジオ5突用のフォーメーションコンボって言ってもいいんじゃないですかね。あと、あれは確実に全員イタリア人になるわけだし、だから確実に 113% でワールドカップを挑めるわけですから、これは、ね、もうピアジオをごとつさせた人はちょっと残念ですけど、それ以外の人にとってみたら今後有利な監督が来たということですね。というわけで、まあ、グランデアズーリさんです。まだこれは獲得してないので、また次回の動画で獲得したのを映したいと思います。はい、というわけで今回のレジェンドマッチはこちらでした。じゃあちょっと試合を1試合見たいと思います。はい、じゃあちょっとカットー。うん、5000ポイントまではまだまだ時間がかかるんで、今回は無理っすね。よし、じゃあまず普通に、やってみたいと思います。相手はカウンターで、条件は、ミッションの内容を見ると、イタリア国籍3人以上、無失点、1人の選手が得点を2点以上上げればいいそうなんですが、今回のレジェンドマッチ、まあ、特徴的なのは、サイドアタックが使用できるってのは、戦術じゃんけんになるのは非常にいいですよね。で、さらに、このね、メッシのね、ブラウグラーナの王が起動するってのは、起動、まあそれはどこでも起動するんだけれど、ね、サイドアタックがね、こうそうするってのは、非常にスカッとしますね。あ、これ違う。ごめん、ちょっと、やり直したい。ごめん、やり直したい。はい、じゃあちょっと一旦カットー。このフォーメーションじゃなかったー。ちょっと一回試合しよう。
はい、戻ってまいりました。こちらですね、こちらで挑んでおります。まずゴールキーパーがドフ、そしてボランチはゴッツーゾ、そしてトップ下にビアジオが入っていることで、これでイタリア人が3人いるということになります。他にもね、トッティがいるんですけど、ちょっとやっぱね、ピアジオの方がイタリア国籍のね、あの栄光があるんでね、少しはいいでしょう。ではじゃあちょっとダイジェストで、ちょっと今回1試合お見せするという格好でね、せめて光プレイを映したいということもあるんですけれど、あとはね、今回10連を引かないし、ガチャを引かないのでね、残念ながらそういう尺がないので、尺が短いんじゃないかなっていう、そういう懸念のためにね、ちょっと試合をちょっと見る格好になっておりますけれども、相手はやっぱりちゃんとピエモンテになっておりますね。さあ、ブラウグラナのオーム発動。さあ、お願い、光ってちょうだい。同じ選手が、2点取ればいいんだからね。メッシが2点取ればいいでしょう。スナイパーシュート。はい、ありがとうございます。イラカゼット。あら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 、1点しか入りませんよ。まず 2点以上入らなかったら、そのミッション達成ならないからね。じゃあ、ラカゼットでお願いします。あ、いない。コウチーニョ。じゃあね、次もコウチーニョかラカゼットのどっちかが決めていただいて、ちょっとスッキリしたいですよね。お願いしますね。やっぱりちょっと、こう、ミッションがさ、全部達成された絵をお見せしたいじゃない。それでもね、あ、これメッシが決めちゃうパターン！あーっと、3トップが3人ともゴールを決めるという余計なことを。頼みますよ、2点、誰か2点目を。誰か2点目をお願いします。テホーが決めるとかそういうのやめてくださいね。あ、でもテホーここにいる。ラカゼットでお願いします。はい、スナイパー、ありがとうございます。これで、1人の選手が2点取ったということになったので、ミッションは達成。あとは点取られなければいいんですね。あー、余裕です。点を取られるっていうのはあんまり起きないような気がするな。今回ここまでちょっと何試合かやったんですけど、今回のレジェンドマッチはそんなに難しくなさそうな感じがしますが、これは、あれですかね、メッシ効果なんでしょうか。メッシのありなしで難しさが変わる可能性もちょっとある、うわーい、あるんですけどもね。はい、というわけで、ラカゼット、ラカゼットになっております。これでどうです？何ポイントもらえるんですか？今回はね、ボーナス選手がいないので、辛いっすよ、結構。あ、マックスになってる。またゴールドコインを欲しいんだけど、そっちじゃないんだよ、今。というわけで、獲得ポイントは、1試合全部マックスで180点しかもらえません。いや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 、今回はかなり厳しい、感じになりそうなんですが、厳しい感じにはなりそうなんですが、試合の内容的にはね、今までのレジェンドマッチに比べたらはるかに勝率は高そうなんで、そういう意味では楽なのかなと、ちょっと思っております。まあどうなるかはわかりませんが、レジェンドマッチ、今週もうこれのみやりたいぐらいなんですけどね、まあ一応デイリーミッションもやりましょうね。というわけで今回このインザハラ、ごとつしたところで使うポジションがなかったりする可能性がちょっと高いですけど。ですけど、取りましょう。ね。取りましょう。うん、ちゃんとリーグやってた、大丈夫だった。はい、じゃあ一旦カットします。カットー。はい、というわけで、自分が引かないからね、内容飛ばしておりますけれども、今週一応また星5新しくなっております。それがこちら。星5はすべて新星5、ジェイミー・バーディー登場ということでね、月間ベストイレブンスカウト4月編ということなんですけど、もう、シーズン終わるんだしさ、普通に MVP とかベストイレブンでいいよ、もう。というわけで、今更ながらフォワードジェイミー・バーディーが登場と
ウェズ・モーガンとこうレスターの2人が取れたんですけど、今やるんだったらモーガンじゃなくてマグワイアの方じゃないかななんていう気もちょっとしないでもないんですけどね。そこなの？モーガンなの？というわけで一応確認、ジェイミー・バーディもラインブレーカーということで、インザーギと被っとるがな、これ誰引くんやがなっていうね。なんかちょっとガチャ要素的には皆さんどうなのこれね。課金税も思わず足踏みするような、そんな感じじゃないのかなと思うんだけど、なんかすごい効果があるこの3人で。でセンターバックウェズ・モーガン選手、ディフェンスリーダーだそうですけど、どうなんですかね。なんかね、微妙な感じがしますけれども、何かこうハマる場所ありました今のでね。え、あとこう選手のね、この好みとかもさ、やっぱどうなのって思っちゃうよね。今そこみたいな。はい、というわけで今回の星5はこういう感じです。で、ガチャに関しては、星5確定は前回引いているので今回にはついておりません。ここに書いてある新星5確定ってのは、まあ、要は50連回した時にもらえるっていうやつなので、マグは、GB をために入りたいと思います。今回ね、あのメッシのガチャが来ましたけれども、次はいつぐらいにね、なんか大きいガチャが来るんでしょうかね。基本的にはずっと貯めておきたいと思います。夏になんかがあったらいいなぐらいですよね。あとはね、まあマグにとってみたら、これアーセナルガチャなんて来られちゃった日にはね、課金しちゃうかもしれないもんね。ねえ、あっさり無課金やめちゃうかもしれないからさ。いや、そこら辺がちょっと怖いところですけれども。まあ今のところはそんな形跡もなさそうですから。まあ、もしね、マグと同じように無課金で頑張りたいという人は、今回は引かずにですね、じっくり貯めていきたいと思います。思いますじゃない。貯めておいた方がいいんじゃないですかっていう提案。はい、というわけで、今回のお知らせに関しては以上なんですけれど、実はですね、この間ディザンの4凸目をね、あの優勝したのをね、取れてなかったというね、最悪の失敗をしております。なので今代わりにやりたいと思います。あの試合をね、あの全く映さなかったというね、最悪ですよね、本当にね。ディザン取ります。で、次回の動画までにはね、5凸目のディザンが手に入りそうなんでね、次どこ行こっかな。それこそ今のイタリアとか行っちゃうっていう手もあるしね、ちょっとじっくり厳選して、どこが、まあ、誰が欲しいかですよね。それでやりたいと思います。ディザンいねえじゃねえかよ。コバチッチが出てる。あ、これはやらかした可能性が高いです。皆さん、やらかした可能性が。マグは何をやっているんでしょうか。ここで移したいと言って留学してる。ね、あの GB 使って呼び戻すことはしないので、ディザイン4凸そして5凸ともに次回やりたいと思います。というわけで今回ちょっと尺短いかもしれないですけど、今回はここまでにしたいと思います。まず、まあ、もうこの段階で初心者の方いらっしゃるかどうかわかりませんけれども、もしこの動画を見ている方がいましたら参考程度にお願いしますね。まず今やる、我々無課金がやることは、このデイリーを全部しっかりこなして、この GB を取ることを最優先に毎日必ずやりましょう。この GB は取っていきましょう。だから ここら辺のね、ミッションは全部必ずこなすこと。その上で今回のこのインザーラを全力で回していきたいと思いますよ。まあそういう遊び方が今週っていうところじゃないでしょうか。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。さあ水曜日、今から編集、さあ間に合うか、夜中になりそう。